はいこんにちは。派遣社員の一人りごと第311回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、派遣会社への応募について取り上げてみたいと思います。えー、私は今年のののでで確かだったと思うんですけどもまあ,あの正社員の とかですね、新しい派遣会社もっと条件のいいところえここを、まあ、あの積極的に探していきたいということで以前もお話しさせていただいたことがあったと思うんですけども早速ですねあのいい、まあ、案件があったのであのもう登録済みの派遣会社のところに応募してみたんですねでそれをやったのが週末だったんですで当然まあ土日はお休みなんで、まあ、先行は翌週の、まあ、月曜日の9時以降から まあ数日、まあ、1週間ぐらいですかね、通常、大体いいそのぐらいで返信が来るというところなんです。で、今回応募したところっていうのはですね、あんまり今まで応募したことがないところで、過去に1回かな、2回ぐらいしか応募したことがないところだったんですよ。ちょっと疎遠気味の,とあの派遣会社だったんですけども、まあ、登録はしてあるので、まあ、選考自体は可能だと思いましてあの、その案件を応募させていただきました。 そしたらですねなんと、返事が来たのがですね月曜日の9時10分だったんですよね、たった10分しか先行してないんかいっていうふうに、ちょっと本当、突っ込みたくなるような感じだったんですけども、も、まあ、ちょっとさすがにびっくりしましたね、あのお昼休みにですね月曜日、ちょっとたまたまメールチェックしていたら、まあ、その,あの登録の派遣会社から、まあ、先行の結果という内容でメールが来ていたんですけれども、まあ、それが9時10分だったんですよ。 まあ当然あの9時前に多少出社してまあ準備してるとかっていうのもありえる可能性は十分考えられるんですけどもまあ通常に考えて始業が9時だというところなんでまあ私のそのまあお祈りメールを出すまで10分ということですよねまあ実際の選考自体も5分なんでほとんど私の,まああの職務経歴書っていうんですかねそれを見てもう即決でまあ 回答が来たということだと思われるんですねまあ、これも以前そのスカウトメールとかですねあのそういったものをとまあちょっと同じような内容となってしまって申し訳ないんですけどもさすがにちょっとそれはありえないだろうなと思ったんですよねまあおそらくお祈りメールの中にはまあ、あの慎重にその社内選考をしてさせていただいた結果まあ今回はご期待に添えることができませんでしたというような内容が書かれていたんですただ あの慎重なんていうんですか選考も何もないでしょうって感じでおそらくその企業側から、まあ、例えば年齢はこれぐらいとか、まあ、こういったあの資格を持ってるとか例えばですけどそういったような、まあ、条件があって、まあ、それに見合うか見合わないか、まあ、いわゆるもう白か黒かで判断しているような状況だったんですよね。 で当然私も応募するときはあのそういったあの年齢、まあ、ある程度年齢層とかですね、まあ、活躍してる年齢層とかそういったあの、まあ、企業情報があるのでそういうところを見たりとかあとは、まあ、女性が多い職場だとまずちょっとまあ基本的に、まあ、男女差別はできないにしても、まあ、男性はちょっと比較的は受かる可能性は低いなと思ったりとかするわけなんですよね。でその中でも特にその応募資格とかもですね もうこれまでにそのリーダー経験をしたりとかですね、まあ、個々の職務経歴と照らし合わせて、まあ、十分いけるだろうというように私も思って応募したわけなんですけども、まあ、それが結果あのたった10分であの選考が終わってしまったというような結果だったんですでこれやっぱりもう派遣会社もまあ仕方がないと思うんですけどせめて <laughs> 10分はやめてほしいなと思ったんですよねせめてて日置いていただくとか 23日置いていただくとかやっぱりしていただかないとこちらも応募してもうあの本当に先行したのでちょっとその派遣会社に対してこうちょっと疑いの目を持ってしまうような感じになりますよねやっぱりあのちゃんと何人か集めて、まあ、その中で先行して残念ながらダメだったというんだったらまだ理解はできるんですけどもまあさすがにものの数分で先行を決めるっていうのはちょっといかがなものかなと思いまして今回応募させていただきました。 派遣会社にもいろいろあるかと思いますけれども、まあ、ご事情があるかと思いますけれども、もうちょっとその応募する側の、まあ、そのなんていうんですかね、気持ちっていうのもさせていただきたいと思いまして、今回、終わらせていただきたいと思います。今回もごご視聴いいたた。だきありがとうございました